ラブをデザインテーマに掲げるコンパクトカー、インテリアを限定色でコーディネートした特別仕様車です。今回はルノールーテシアアイコニックをご紹介します。長さ4095mm、幅1750mm、高さ1445mm、 17インチタイヤにデザイン性の高いアルミホイールを装着、エッフェル塔を思わせるようなスポークが上質感を演出しています。サイドボディにはアイコニックの専用バッジ、リアのドアハンドルはブラックアウトされ3ドアに見えるようなデザインになっています。ヘッドランプはフル LED タイプを採用、ワイド感のあるデザインで車両前方をしっかりと照射します。ヘッドランプと統一性のあるデザインのリアコンビランプ、右側にリアフォグランプを搭載しています。カードキーのリモコン操作で離れた場所から全ドアの開錠・施錠ができます。またカードキーにはライトスイッチを装備、デイタイムランプとリアランプを点灯させることが可能です。テールゲートもキーのリモコン操作で開錠することができます。黒を基調にボディカラーと同じルージュを配色したインテリア、洗練された車内空間を作り上げています。フロントシートは2種類の素材を組み合わせ快適な座り心地です。エンジンスイッチはシフトレバー前方に設置、はじめにカードキーをスロットに差し込みます。そしてブレーキペダルを踏みながらスイッチを押すとエンジンが始動、合わせてメーター類も起動します。ステアリングの左右にクルーズコントロールのスイッチを設置、左側は設定速度を調整するスイッチ、右側にシステムを一時解除するスイッチがあります。ステアリングの左奥には方向指示器、ライトスイッチ、その反対側にワイパーレバーがあります。運転席右側に4つのスイッチを設置、一番左はヘッドランプの向きを調整するダイヤル、メーターパネルの明るさを調整するダイヤル、パーキングセンサーを起動するスイッチ、アイドリングストップの機能をオフにするスイッチ、オフにするとスイッチの表示灯が点灯、オンとオフを切り替えたときメーター上部にメッセージが表示されます。センターパネルにディスプレイオーディオを設置、タッチパネル式でスムーズに操作できます。モニター右側に USB ソケットと AUX 端子を装備し、スマートフォンなどとの接続が可能です。エアコンはすべてのスイッチに表示灯があり、ランプの点灯で設定状況を確認できます。オート運転も可能です。ストレート式を採用したシフトレバー、 D ポジションから左に入れるとマニュアルモードとなり、手動で変速操作ができます。ポジションはスピードメーター右側に表示されます。シフトレバー後方に運転をサポートする機能のスイッチがあります。右側はスピードリミッターやアダプティブクルーズコントロールを作動させるスイッチ、上にスイッチを入れるとスピードリミッターが作動、下にスイッチを入れるとアダプティブクルーズコントロールが作動します。燃費を向上させる走行に適したエコモードを作動させるスイッチ、オンにすると左のメーター内に表示灯が点灯します。マップランプは
左右それぞれのスイッチを押すと点灯します。サンバイザーはバニティミラー付き、天井照明がセットになっており、暗い時間でも活用できます。立体的なデザインを施したフロントドア、アームレストにパワーウィンドウとドアミラーのスイッチを設置、下部にポケットが付いています。シフトレバー前方にスマートフォンが置けるトレイを配置、その上にアクセサリーソケットを装着しています。ハンドブレーキの隣に小物を入れられるポケットとカップホルダーがあります。アームレストボックスは角度の調節が可能、中は小物を収納できるスペースになっています。助手席の正面に奥行きがあるオープントレイを設置、その下のグローブボックスは蓋の裏側にカードホルダーがあります。また ETC 車載機が中に装着されます。リアドアはグリップ部分がポケットに、下部にも大型のポケットを用意しています。運転席と助手席の裏側にマップなどの収納に適したポケットを装着、センターコンソールの後方に後席用のカップホルダーを設置しています。ラゲージルームはトノカバー付き、深さがあり荷物を安定しておくことが可能です。ラゲージ左側にテールゲートに連動して点灯するランプを装着、リアシートは左右別で折りたたむことが可能、肩口のボタンを押してロックを解除し背もたれを前に倒せます。長い荷物を乗せるときに便利です。気品のあるインテリアが魅力的、車としての機能性も良く、普段使いに適した一台です。以上、ルノー、ルーテシア、アイコニックのご紹介でした。